ビジネスコネクション賞受賞1点目は、ウィー株式会社、おめでとうございます。ビジネスコネクション賞、ウィー株式会社殿、あなたはルビービズグランプリ2022において当初の成績を収められましたので、その栄誉を称えます。2022年11月9日おめでとうございます。改めまして、このような賞をいただきまして大変嬉しく思っております。実は私、昨日からですね、この松江の方に入りまして、この表彰式非常に楽しみにしておりました。一つ一つですね、写真を撮りながら会場のギリギリまでですね、写真を撮ってこちらに入ったんですが、この喜びをですね、会社のメンバーとじわじわ写真を見ながらですね、振り返っていきたいなというふうに思っております。非常に綺麗な松江の街をですね、今日で2回目になるんですけども、大変感動しております。また来てみたいなというふうに感じました。ありがとうございました。E 契約、と申します。サービス内容なんですけれども、廃棄物業界に特化した、電子契約サービスをやっております。はい、今回ですね、実は公的な仕組みで、Java という言語を使った仕組みと連携するというニーズがございました。最初は開発のスピードを優先して Ruby を使ってたんですけども、その Java と連携できる仕組みが作れるかって調べたところ、実は JRuby という仕組みがございまして、すぐに、違う言語とも連携するシステムが作れました。まあ、ここが非常に新しいサービスをドライブする要因になったのというふうに思っております。あともう一点ありまして、実は開発のコース、これをもう少し増やしていきたいといったときに、必ずオフィシャー開発という仕組みを使っておりまして、日本人じゃないシステムエンジニアを使うというシーンも多々あります。その時にですね、 Ruby っていうのは、Rails もそうなんですけども、規約とフレームワーク、こちらがしっかりしておりますので、ソースのマネジメントと開発のコースを上げていくっていうのに非常に貢献しました。この2点がですね、非常に大きいなというふうに感じております。実はですね、今年が2022年と来年が23年に向けて、実は私が構想している10個新しいサービスを作りたいなというのを、できれば開発企画ローンチから来年度になるべく全部まとめてサービスにさせていきたいなというふうに思っております。それも実は Ruby だから実現できるのではないのかなというお話と、あとは IoT を使った廃棄物とか環境系のマネジメントサービスをやっておりますので、センサーとの連動をした IT サービスも企画してまして、このような新しい領域にですね、チャレンジしていきたいなというふうに思っております。